それじゃあ今日は世界のコースやっていきますか。クリア率は 0.86%。 サムネを見る限りじゃあ結構簡単そうに見えるんですけど、どんなコースかな。さてこれは、なるほど、ブラックパン君がこっちに来る前にゴールしろって感じね。それじゃあやっていきますか。これマジ無理じゃない。どうやって行くんだこれ。これ分かりました。ドクロコースターに乗った瞬間、左右左右ってしてゴールを目指すんだ。よし。そして2つ目はこのコース、反射神経ゲーム。このコースはあなたの反射神経が試されます。一発クリアを目指して頑張ってください。エンジョイ。それじゃあ反射神経ゲームエンジョイしていきますか。僕反射神経結構ねいい方だと思うんですよ。どうなのかな。これ一発でクリアすれば反射神経が抜群っていうことですよね。それじゃあこれはすぐ右だ。オッケーよし。そして次は、うおー、ちょっと危ない。そして次、ちょっと待って、よし、オッケー。あー、そして次は、あー、中間ポイント、まだ一回もね僕はやられてませんよ。そして次は、あー、皆さん今のは夢です。今のは夢なんです。そして次はどっちだ。これは、うー楽しい。さて僕は今ね何か夢を見ていたっぽいですね。それじゃあ次のコースやっていきましょう。これ左左、危ない危ない、危ない危ない。そしてこれはパンブロックをして、こっちでしょ。あー、よし。それじゃあここね、パンブロックを叩いてこの辺でジャンプ。え、結構余裕あったな結構余裕あったね。そして次はこれ右右、うえ、これきつ。それじゃあここ炎が来るからジャンプ。よしこれは難しいでしょ。それじゃあ次行くか。うわー楽しみ。次はどんなんだ。ファイナル、絶対難しいでしょ。はい、よし。それじゃあここは右に行って、いやこういうのはね僕得意な、やられちゃった、いややられちゃった、いや結構得意なんですよ本当にこういうコースはですね。よし、まあこれは結構簡単。コースしっかり見よう。うん、コースをしっかり見ていこう。でここジャンプして、次はダメでしょ、ここダメなんですよ。そして、うわビビったでゴール。いやーこのコースめちゃくちゃ面白かったです。ぜひ皆さんもやってみてください。そして3つ目のコースは少し難易度高め、マリオのミニミニゲーム大集合。クリア率は 1.17% で、まあ激ムズっていうわけではないですね。そしてミニミニゲームってなんだろう。とりあえずこのピンクコインを取っていけばいいだけなのかな。そしてこれは上にジャンプして、うん、このテレサをすり抜けて入ればいいのかな。ちょっと待って結構難しいなこれ。よし、オッケー。あー、ちょ、なるほど、これ結構難しいね。これ結構タイミングだね。ここ、よし。でここピッコイン、あ、ここバネ出てる。バネで行くのかな。バネちょっとここ置いて、こっからこんな感じかいや僕はバネ使った方が難しい。だからねバネを使わないで、まあ行った方がね行きやすいんですよ今みたいな感じでね。よし、そしてここオッケーうわーこれ結構緊張するな。そしてめっちゃ楽しいんですよ。これは中間ポイント一回取っておこうか。よし、ここで中間ポイントをゲットで、ありゃこれどこに行けばいいんだろう。どこでもいいのかな。とりあえず一番下のこのね黄色い土管に入ってみます。でこれはこれ倒していくだけ。あ、倒せないんだ。こっちか、うわ危ない。このブロックは壊せるでしょ確か。でここでパンに当てるっていう感じかな。これ思った、こうやっていくんじゃない。ねえこうやっていくっぽくない。こんな感じで、でこうやって、あはは、ダメなんだ、やっぱズルしちゃダメか。よし、それじゃリベンジしますか。今度は綺麗に当てていくぜ。よし来た。で次は、あ、次下もあるのね。オッケー、それじゃあ当てていきますよ綺麗に。この辺か。よし、見た、今一発ですよこれは。この辺
ちょっと待って、やれる、やれちゃう。よかった。よし、次はどんなステージなんだろう。あれ、なるほど、こうやってどんどんね、下のブロックを壊していった矢先、ゴールがあるんだろうね。これでスタートに戻るのかな。なるほど、一旦ここでね、まだ中間ポイントは取れない。マジかよ。それじゃあ下から2番目のこの炎のコースに行ってみますか。これは、うわ、絶対なんかあのバブル出てくるでしょう。うわ、怖っ。どんなステージだ。うーわー、なるほど、これ避け続けるのか。かっか。待って、中間ポイント取るタイミング間違えたな。一番難しいところをね、まず最初クリアしておかなきゃきついね。よし、それじゃあリベンジ行きますか。これ落ち着いていけば結構いけると思うんですよ。オッケー、これで2つ目はクリアなんだけど、1回やられちゃったからね、また何パウブロックのとこをクリアしなきゃいけないんですよね。これ1回1回中間ポイント欲しいね。それじゃあ次は下から3番目、このねワンワンのところに行ってみましょうか。ワンワンはどんなコースなんだろう。なるほど、これ乗ればいいだけじゃんね。結構簡単だこれは。ここ、よしよし、 OK。 そしてびっくりした、キラーまでついてくるとは思わなかったな。ちょっと待って待って、キラーマジで邪魔だから。あ、待って、マジでキラー邪魔。これは難しいな。ここ、よし、チャップ、よし来た。え、これは、待って、これ誘導パターンのやつじゃん。ちょっと待ってくれ、これは難しいぞ。え、出てこないね。ラッキー、めっちゃラッキーオッケー、まあ、ここはそんな難しくなかったね。そして最後はね、バブロックのところをクリアすれば全部渡れるでしょう。まあ、ここは一旦ね見ておいたと思うから、ここ飛ばしますわ。よし、それじゃあね、パウブロックのところもクリアして、最後のね、このブロックが壊せたんで、次に進んでみますか。これでゴールかな。ゴールじゃなさそうなんですけどね。ほら見て、これどっち行けばいいだろう。上、下、どっち、え、どっち、これなんこれ、どっちでもいいじゃんこれどっちでもいいじゃん。よし、それじゃあこの土管に入って、でラストでしょう、ここは。うん、中間ポイントない。え、なんこの人、あ、びっくりした、やられるかと思った。あ、あったあったあった、よかった、中間ポイントもらえるんだ。よし、それじゃあこれなんかラストっぽいね。これはなんだろう。あー、これあるね、テーブルテニス的な感じでしょ。これ確かね、左にやれば、あー待って、やられる。これ結構楽しいんですよ。あー強え。よし、オッケー、まず1点先制しました。先制じゃないか、1点取れましたね。いけ、もう一丁。結構ラグが生じるね、これジャンプした時すぐにね、この砲台はね、上に行ってくれない。やばい、あと1個しかない、こっちは。まずい、まずい、これは非常にまずい。次来られたらおしまいだ。かー、来たー。あー、次は勝ちましょう、絶対に勝ちましょう。よーし、オッケー、まず1点先制。お、お、ラッキー、何もしないでいけたね。来るか来るか、いつ来る。あー、まずいまずいまずい、あー、まずい。よーし、オッケー、ナイスガード。やばい、あと1個しかない。やばい、あと1個でね、こっちはねやられちゃうんだよな。よし、来た、絶対この最後取ってみせる。やった、勝った。よし、で P ドアに入るときっとゴールと思うんですよ、これで。さてどうなんでしょう、これでゴールなのか、まだあるのか。ゴールじゃん、やった。このバーネは何だろう。それじゃあ今日もありがとうございました。次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。